誘発したけども、はいはい強いよ。ボス殴ってないもんね。遊撃つけるのも本当に視野に減ってきますね、こんなに強かったら。熱いよ。イザナミさん殴ってないよ、ほとんど。え？ちょ、強すぎません？さあ、どうなる？こんにちは、ケイドラです。今回はリムル使っていこうと思います。個人的な評価はめちゃくちゃ高いんで、今回は線形解放、レベル解放、過激1万4000盛り、平明照明、紋章をつけてきました。では早速使っていきましょう。とりあえず友情火力見たいんで、チュリンガーラの究極ですね。ギミック完全非対応ですけども、なんとかなるんじゃないかなと思います。で、その友情コンボがこちら。バランス型星6では初のチェイススフィア。これがね、相当強いんですよね。個人的なチェイススフィアの評価すごい高いんですけど、なかなかつかなかって、まあ、直近で言うと、パワー型のファウストだったり、星4号キャラのパワー型のフランキーですね。につきましたけども、かなり出し惜しみされてきました、今まで。ですが、今回ね、満を持してコラボキャラで登場したんで、めちゃめちゃ期待します。なんならこれメイン友情だから、コピーもできるのか。まあ、遊撃なしで使ってますけど、遊撃あったらさらに火力アップできますね。楽しみやな、これは。で、雑魚処理も強いんですけど、ボス火力も半端ないんですよね、これ。ちょっとカスタだけでもすごい削れるんで、まあ威力で言うとね、見てもらったら分かる通り、リフレクションの2倍ぐらいあります。リフレクションリング、もちろんね、これ上振れ下振れありまして、このチェイススピア途中でキャッチすることあるんですよ。そうするともちろん弾がなくなっちゃうんで、威力はもうゼロ、全く火力出なくなります。途中キャッチは一番良くないパターンなんですけども、まあ、これが起こる原因はよくわかんない。なんか運が悪いとなります。ちょうど動いてる時にチェイススピアと重なったりするとなくなります。バリアナイス？で、これね、チェイススピア見るとね、僕いつも、ゲーセンのマリオパーティーのゲームやったことある人わかります？あれって、なんか途中で UFO キャッチャーキャッチして、あれ、クルンって言うんでしたっけ、弾。あれを強っ。あ、途中キャッチしましたね、今。これが下振れパターン。で、そのクルンを拾って、なんか穴に落として、こう、穴がこう、ボールが穴に入るまでこう、わかる？わかるかな、これ。やったことある人にしかわかんないと思うんですけど、これなかなか入んないんですよ、弾が。穴に。それを、すごい思い出す。って。わかる人はわかると思う。はい。シレットボス戦入りました。ボス特攻とかもいけそうっすもんね。友情強いし。しかもなんなら、今回このキャラ爆発で誘発しまくってるんで、威力半減してこれなんですよね。強っ。溶けまくってんな。すげえな、やっぱ。やっぱ強えわ。やっぱこの友情強いっす。期待していただきあった。誘発したけども、はいはい。ついよ。ボス殴ってないもんね。はい。で、ラスゲはちょっとパックで対応しましょうか。投下しちゃうから。オッケーオッケー。まあ、暴れ回りますね。鍛えてくれた。はい。これはまあ、下振れパティーンかな。ですけども、まあ十分。あ、ボスがこれあれなんですね。ダメ男の展開するんで。あ、で、投下すんのか。あ、まあまあ、よかったよかった。で、これ。この状態。加速しまくれる状態で、もちろん強いんですけども、リフレクションと違って、さっき言ったようにキャッチする可能性があるんで、一概に超強いとは言えませんが、言うて強いでしょ。はい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 。はい。あ、追いかけすぎ、追いかけすぎ。もっと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 、もっともっと。ああ、すごい。オッケー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 。やっぱいけちゃうね。友情やっぱ強いわ。半減しまくってるけども、この火力ですよ。まあ、これだけ火力高いんだったら、まあ、その天魔とかの難しいコンテンツにおいても、
火力貢献しっかりできると思うんですよね。なんでこれから難しいコンテンツいっぱい使っていこうと思います。続きまして天魔一で使っていこうと思います。ちなみにこの編成はもちろん理想編成ではありません。絶対にマインスイーパーのマサとか入れた方がいいんですけども、今回はまあ使ってみたなんで試してみます。チェイス強っチェイス強すぎん。ワンチャン1点抜きやったぞこれ。もっと暴れたら、はい、でソウルスチールと回復で HP 回復ができると。うん、思ってる以上にやっぱチェイスやばいわこれ。まあ強いと分かってましたけど、遊撃つけるのも本当に視野に減ってきますね、こんなに強かったら。熱いよイザナミさん殴ってないよほとんど。で感染毒も防げる、感染ウイルスか防げると。あー強いな、早すぎるわこれ、突破が早すぎる。まあ一種のこれ縛りプレイみたいな感じですよ。マインスイーパーゼロですからね。大賢者じゃない方が良かったかな。ここも友情が強そうだな、暴れよっか友情で。うん、いい火力、毒を防ぐ、敵からダメージ食らなかったらバリアもね張り続けるから。なんか倒したけど、これはセットなのか、違うか、セットじゃないな、違いましたね。あ、蘇生はしな、あ、そうだしないで、早すぎるよちょっと。もう HP 確保しまくってるからさ、これボス戦すんなり抜いていかんとやばいな友情が強すぎる。うん、誘発するでしょ、いやー熱いよ、溶けるな。でボスがお出まし弁財天で、ここでもう行っちゃうか。さあ結構短縮できたぞ。いやチェイスがチェイスが強い重なるとやばいけど、まあでもボスあんまり攻撃してこないのか。友情コンボだけでどれぐらい削れるか。さあドン食らうぞ。はいバリアで感染ウイルス来ましたが、あー強い CS。 ストップ、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 よろしくないですね。感染しまくったわ。まあ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 。ソウルスチールありますし、バリアありますし大丈夫でしょう。おい、オッケー、こっから割合どんぐらい入るかな。1段階、あ、1段階だったら 15%20% ぐらいかな今の感じだと。え、回復しまくろうかな。はい、オッケー、いいんじゃないですか。めっちゃ強引ですけどもなんとかなってる。
やっぱ自強化も強いな、普通に。はい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 。ボス特攻いけそう。 3P まで耐えればなんとかなるんじゃないかな。で、あ、鳥も倒せた。よしよしよし。これ遅延くるけど防ぐ防ぐ防ぐ。これはモロタンじゃない？はっ、熱いよ。モロタね。あー、これ。バリアやばいな。バリアでこんなに動き回れるのやばいな。一瞬死んだかと思ったけど、なんとかなりましたわ。マジでこれ一発勝負っす。試運転もなしで来たんですけど、いけちゃいましたわ。まあ、もちろんね、皆さん真似しないでください。マソとか入れる方が絶対安定するんで危ないんですけど、だからチョッパー入れてもいいかもね。大賢者やめてチョッパー入れたら普通にいけるかもね。ちょっと今危なげありましたけど、なんとかなりました。では次天魔6で使っていきましょう。ではいきましょう。今回も艦隊でやっていきます。で、さっき途中まで動画撮ってたんですけど、途中でカメラの充電切れちゃって今やり直してます。まあ途中までやった結果、まあボスは行ってないんですけど、意外とこの編成でクリアできるかもしれません。やっぱね、それほどバリアもすごいし、やっぱチーズスフィアの火力が半端ないっすね。ゴリゴリ削れるんで、敵も雑魚もボスもゴリゴリ削れるんで、これも結構入るんじゃない？はい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 。削れるよな。やっぱ強いわチースが。うん。でまあ普通にやっぱギミックも完全対応してるし、で地味にこのバリアで1回ダメを防げるのも大きいと思う。1回分のダメを超痛いんですけど、それをね無効化できるんで、まあ延命できますよね。もうハトホイル見てこれ。あ、で、今みたいにチェイスが強すぎて、意図しないダミオットを倒すっていうことは、まあ、ありますね。そこだけかな、注意点は。友情強すぎ問題。今みたいに暴れても倒してしまうと。これもいったかな。そう、HP 全然不安要素ないっすよね。強いな。で、そう、クリティカル持ってるんで、クリティカルで、まあ、ラッキーも起こせる可能性あると。ここは斜めムーブかな。うん、伸びるね。これ倒しといてあげよう。オッケーオッケー。全部倒してほしいな。よしよしよし。で、こっからボス出ますけど、ハマってもいいし、チェイスで伸ばしてもいいし、なんかどっちでも強そう。うん。まあ、すぐ止まっちゃうともちろんチェイスは切れちゃうから、次横換してみよっか。チェイスの火力見てみよう。誘発しまくるけど、あえてはまらず。はいはい。あ、出るな。いや、出てるわ。すんげえ出てるわ。強いよ、やっぱ。この火力は、高難易度でも刺さりますわ。なんならね、やっぱ天魔8のファンストのチェイスですら強かったじゃないですか。あれから、ファウストから火力だいぶ上がってるんですよね。まあパワー型分で下がってる分プラス、このキャラ超バラだから、うん。だいぶ2倍ぐらい上がってんじゃない？さあ、こっからが本番。ボス戦。まあとりあえず、どうしようかな。全部倒したくないもんね。ダミオットは。2体ぐらいがいいかな。
OK、いったいったいった。で、半分ぐらい削れたから、まあ、横で下がっていくのもいいし。うん。ソウルスティールで、ちょっと危なかったけど、大丈夫。で、これチェイスやってみるか。殴りも強っ。いや、チェイスも強っ。やっぱチェイスやばいと思うわ、これ。これまた見れんじゃない？チェイスの火力。拾ってから、あ、1P 拾えなかったか。いや、強っ。ええあら。あらあら。これ倒しきれんじゃない？ダウン後。わあ、これチェイスやっぱやべえわ。ボス1で、多分 SS 打つんだろうなと思ってたんですけど、打たずに済んだ。まさかの。じゃあもうここで、いや、打ってもいいのよ。あ、これチェイス強すぎてやばい。あー、全部倒しちゃった。まあ、こういうことは、起こりますね、やっぱり。で、2段階の SS がいいから、ここは、なんかすごい入れましたけど。よし。暴れよっか。あ、横勘でもいっか。いやね、割合も見たいし、雑魚処理もできるか微妙だから、暴れます。これも見たいけどね。でも倒せしまう気がするんですよ。さすがに倒さないか。入れ番するか。え？ちょっと強すぎません？え？まあ、ここは割合ですね。まあ、1段階だから倒せないと思うけど。どこか残りそう。ヒット数が？やっぱ、ああ、3ヒットずつ入ってるってのは倒したね。ああ、弱点内敵に対しては3ヒット確定っぽいかな。この感じだと。だから細かい割合をチュンチュンチュン、だから 10% の割合を3回打ってるとか、そういう系なんですかね。それが、なんか貫通性があるからヒット数増えるとか、なんかな。弱点持ってたら。いや、まだわかんない。弱点持ってる敵に対して、ろくに打ってないから。いや、ラスゲで SS3 本あったらこれ勝ちじゃない？ダメを事故以外は。はいはいはい。で、友情を拾っていこうかな。OKOKOK。ここは SS3 連発いけますね。で、どうなんすかね。ランスロット X と HP 共有してるから割合数値2倍入るんかな、ボスに。とりあえずヒット数にも注目しましょうか。弱点持ってる敵に対してはヒット数増えるのかどうか。だからもし増えなかったら、止まった位置から雑魚の運転残って、雑魚のこ、え？ SS 打ち終わって停止後に残ってる敵数かける3かな。になると思うんですけど。ランスロット倒したくないから、これでいこうか。で、ヒット数が106から、さあどうなる。ああ、増えたね。ってか強っ強くない？なんなんこれ。これ倒せるかな。ちょっと微妙な位置だけど、ランスロットにはまりに行ってもいいか。なんか微妙な位置やな。ボス裏行って
ってもいいし、まあ、いけなかったとしても死にはしないでしょ。いった。いやチェイスがねこれ多分強い。あーめっちゃ強いんだよ。1億5000万ぐらいかな。これなんか位置がかぶって見えないけど5ヒット増えた。うわー2億増えてるね。いや強いこれマジか。 SS 余ったし450使ってないぞこれ。エリカさん特に上手いショットもしないです。僕安定に安定を重なったもう超もうひよっこもう日和ショットばっかしてました。なんですけども勝てちゃいましたねこれはえぐいわ。天馬1はまあちょっとご利用しましたけど、天馬6に関してはご利用しどころじゃない。もう全然余裕すぎた。うん、いやこれは水の遊園でピリカ狙うよりかは絶対こっち狙った方がいいね。うん、強すぎたわ。思いのほか使えましたね。はい、てな感じでおさらいしていきましょうか。いやこれはもう明確な超大当たり。もう先に言っときます。天馬16両方とも使える。で特に天馬6ですね、ピリカ持ってないとかピリカを持っていたとしてもガチパーティーに編成できますね。今までロイド使ってた方って多分、まあ、ラスゲの割合がラスゲの削りが不安とか、まあ、道中その他の、まあ、ピリカ3体持ってない4体持ってないとかで、まあ、足りないピースとして使ってた方多いと思うんですけども、もう450もリムル使うと自由だし、ラスゲに関してもねものすごい火力与えてくれる。そしてバリアとか回復ソウルスティールもあるんで、もう全体的に安定感が桁違いかなと思います。であとはね友情コンボチェイススピアも強いですけど、今回ピリカ使ってません。でピリカ使うと先ほどから話している通り爆発を拾うとピリカがパーフィとコーバーアップの効果を常時発動できるんで 1.8 倍上がるんですよ攻撃力で。そっからあの敵同位性吸ったらものすごい火力入るんで、まあ、そういったね、まあ、ガチパーティーとしても相性いいんで、うん、これは引いた方がいいと思うな。さすがにこのキャラは強すぎるわ。明確に、もうなんか分かりやすいように、これ強く設定しますよね。攻撃力も高い、HP も高い、スピードも390ぐらいあるということで。まあ、懸念点は魔族っていうところぐらいかな。他のね、属性、他の種族と相性は、まあ良くはないんですけど、あとキラー受けやすいかな、敵からも。っていう感じなんですけども、まあそんなの度外視して、めちゃくちゃ強かったし、やっぱ割合の安定感もすごかったんで、うん。大当たりっす。超大当たりだと思います。はい。以上、よかったらね、皆さんの感想もコメント欄で教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。